はい、皆さんこんにちは。今日も早速行ってみましょう。ノルマンディ上陸作戦の時にも大活躍した貨物船ジェレマイア・オブライアン号。映画タイタニックのエンジンルームのシーンはこの船の中で撮影されました。船の上にはこのやたらと揺れる階段を登っていかなくてはいけません。激しい戦いを見てきたこの船も今は世界中からの観光客を優しく見守っているような感じがします。戦艦ではない貨物船なので自己防衛のためだけの武器を備えて戦場に行ったこの船。当時は2700以上作られたものの、当時の状態を保つ船はこの船と他に1艘だけになりました。昔の貨物を置いたスペースは現在は展示博物館のスペースになっています。その一角に展示されているのがタイタニック撮影時のエンジンの操作記録です。フル加速で前進した後、氷山を避けるためにストップ、さらにエンジンをフルで逆回転させた操作を何時何分に行ったか詳しい記録が残されています。博物館にはこの船が北フランスのノルマンディで活躍した勇士を再現したジオラマがあります。このジオラマの砂は本物のノルマンディの浜辺の砂を使用しています。これがこの船のエンジン室の動画です。実際のタイタニックのエンジンとこの船のエンジンが似ているということから、この船での撮影が決定されました。さらに下の階に降りてみましょう。実際のタイタニックのエンジンの大きさは3階建てのビルに相当すると言われています。ですから映画撮影時はこのエンジンの周りにミニチュアのセットを作って撮影されたと言われています。78年も経っているのにこんな風に元気に動くエンジンに感動すら覚えます。自分たちのペースで見学できる船内ではたくさんのものを見ることができます。